どうもどうも、さかなでございます。さかなのマインクラフトポケットエディション、略してペー、略してペー、あさかなのペーです。はい、ペーでございます。前回ですね、手に入れたこの白樺のね、苗木をね、こちらに植えて、何回かね、回収しておりましたね、配信外でちょっと。今回はですね、あのコメント欄であったんだっけな、あの小麦のね、畑をね、ちょっとでっかいやつ作ろうかなと思います。動物がね、エンダーマンがなんかいるよ、エンダーマンがなんかいるよ。まあいいや、うん、今回はね、その小麦の畑をね、でっけえやつ作っていこうと思います。なるべくね、たくさん作っていこう。では作業開始。待って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 、危ねえ、ちょっと危ねえよ、びっくりした、ちょっとびっくりしたわ、ちょっと穴開いちゃったよ。ちょっと一旦埋めようか、ちょっとやめてほしいわ、ちょやめてほしいわ。でもって結構なんか頑丈だね、多分さ、装備何もしてないよな、装備何もしてないけど、うん、生き残ってるわ。よかったよかった、びっくりした、クリーパーやめてほしいわ本当に。よーし、あと高画質ってやつをね、入れてみましたわ。どうなんだろう、ちょっと、あーでもどうだろう、綺麗になったかな、高画質よくわからんけども、ちょっと高画質ってやつ入れてみましたわ。よーし、ではでは、ちょっとあの土がね欲しいんで、土を取りに行きます。ないっすね、やっぱ土、シャベルを作ってどっかに土を取りに行きましょう。よーし、この辺の土をもらっていきたいけど、なんかいるね、なんかいるね。武器あったっけな、武器ちょっと待ってな、武器は武器はあるね、石の剣がある、石の剣を持ち帰ってな。で行きましょう。ゾンビとスケルトンが水の中、水の中にいるスケルトン凶悪なんだよな、なんかゾンビの声めっちゃでかかった。ちょっとやめて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 ほしい。ちょっとマジでいけるかこれ、大丈夫か大丈夫か、オラオラ、いいぞ、オラ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 、オッケー、いいね。ではでは、この辺のね、土をね、ワンスタックぐらい欲しいね、もらっていこう。まあ土の数イコールそのなんだろう、小麦をね植えられる範囲だからね、バンバン持っていこう。オラ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 、いいぞ、たくさん掘ろうたくさん掘ろう、オラ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 、へい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 、オラ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 、いいですね。ほっ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 、なんかこう整地をしてる感じに似てるからね、このなんか土がこうファッファッファッファって消える感じの音、最高、うん、気持ちいいわ。よーし、終わった。では帰りましょうか。ただいま帰ってきたぞ。ではでは、畑をどこに作ろうかな。ねえ、こんな土がね、今3スタックちょいあるけども、これを置けるぐらいの範囲がそんなないな。あ、ここいいんじゃない、てかこの白樺置いてるとこ結構平坦だな。うーん、それかなんかちょっと違うとこ、なんかそれ、あー、置いちゃった、返して、それらしいとこがあればいいんだけど、あー、この辺結構いいかな。じゃあこの辺ちょっと置いていこうかな。うん、でちょっと PC 版の知識だけど、水の範囲とか考えて、真ん中1列水用の溝を開けるとして、でまあ4列ぐらい、4列1列水4列って感じで置いていこう。結構難しいな、これもまた PE の操作チュートリアルみたいな感じで練習していこう。ブロックをどんどん置いていく、トン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 、このぐらい、このぐらいでどんどん置いていこう。こうしてな、お、結構早いんじゃない、結構上手いんじゃないですか、魚さんねえ、結構置くの早いんじゃないですか。滑舌はね、まあ気にせんでほしいけども、オラオラオラ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいね、早くも PE の操作に慣れてきた。やっていこうか、タン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 、ちょいラグがあるな操作に、多分、ミラーリングっていうね、あの PC に映しているせいだな。よし、やっていくぞ。おいしょ、あ、やばい、暗くなってきたな、置けるかな全部、早く急げ急げ急げ、オラ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 、結構でかいよねこれ、結構でかめの農場というか畑というか小麦畑かな。タン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 、急げ急げ急げ急
ぎつつ見せらないように。なんかびっくりした、足音が自分の。またクリーパーかと思ったわ、びっくりしたわ。寝ようか一回ね、寝よう、寝ましょう寝ましょう。よいしょ。でもってついにバケツを作っちゃおうかな。今ね、ねぐらにしてる家がここですね。よし寝よう。あ、なんか雲がおるな、雲が。剣に持ち替えて振り返って迎え撃つ。あ、入ってこれない、雑魚かな。寝ましょうか。寝れるね、意外とね。モンスターが近くにいるためってやつが出ないね。ではでは、鉄があったっけな。うん、鉄を6個ぐらいでいいか。バケツ2杯ね、使って作って、無限水源でね、どんどん水を増やしていきたい。で、あれは畑の周りをどうするか。どうしよう、白樺使っちゃう。ああ、まだね、燃やすんじゃないよ。まあ、いや、一回じゃああれだな、の土を置いちゃおうか。土を置いちゃって、その周りをね、白樺の木で囲っていこう。木材でね。よいしょ。あ、なんか燃えとるな。雑魚かな？クリーパー来ないか心配だな。来るか、こっち。あ、来れないか。お疲れ。ゾンビくん、お疲れ。では、土を置いていこう。トン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 、日野の2トン。トントントン。操作がうまくないからね、こう自分でこうリズムをね、取りながら、土を置けない。難しい。これで完璧にね、こうトン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 できたらね、それはもうマイクラ初心者、マイクラ PE 初心者、ペー初心者、卒業ですよ。タン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 、むずっ、これ、ずれた。むずすげえな。これ見てる人たちは多分できるんだろうな。みんなうまそうだからな、コメント見る限り。タン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 、あーた、リズム感ねえな。タン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 、土がない。タン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 、画面が回ってく。だだ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 、はあはあ。でもね、こんなでかいの作ってんじゃん。だけどね、そもそもね、まだね、そんなね、種がないからね。うん、小麦の。そんなに種がないけど、作ってる。おいしょ。もう、これで終わりかな？これで終わりだね。よーし、ではでは。ちょっと二つだけ隅に、この石を置いて、水をせき止めよう。そんでもって、今度はね、バケツを持ちたいんだな。うん。バケツを持って、水を汲む。お、白樺生えてるね。オッケー。で、あれだ、このビートルートのさ、スープ作ってみようか、後で。ちょっとやってみたいんだな。なんで、こうして、水が出ますね。よーし。で、もう一杯の水を持ちまして、挟んで、オセロと同じく、真ん中のやつかね。水源になると。こんな感じで水源を増やしていきます。よいしょ。さすがに水のアニメーションというか、水の処理は若干重くなる感じがするな。フレームレートが少しだけ落ちますね。頑張っていこう。でもこれね、ミラーリングしてるせいだからね、この PC 版で収録しなければ、 PC でね、収録しなければね、重くならないんですよ。なんで収録外でちょっとね、あの PE 動かすとね、本当に滑らかで、うん、なんでね、十分なスペックがある端末を使っていればね、本当に滑らかにプレイできるんでね。ポケットエディション、はいしょ、置いて、どうだ、いいんじゃない。よし、水が置けましたね。なんだっけ、ボールを作るんだっけ。まず木のボール、うん、木のボールを、作ったら、あ、これじゃないですか。出た、ビートルートスープ作ろう。食ってみようかね。いただきます。あ、まあまあ回復するじゃん。白樺を切っていきます。白樺ちゃん、やった。もうこれね、もう、まあ、今はね、こう簡易的なね、植林場だけどもね、またね、ちゃんとした植林場も作っていきたいな。木材がね、集まればね、あの木の柵とかたくさん作れるからさ、その柵を使って、まあもう人がいないけどね、この村ね、また、あ、そうや、人がいないっていうかね、多分ね、ここのね、村人も消えたんだな。ほら、
ほらほらほら消えてんだよ。うん、で前回見つけた村もさいなかったじゃん。でコメント欄にもあったけどさ、やっぱね、まあ多分そうなんだろうなって思ったけど、やっぱりなんかバグで村人消えるんだね。うん、まあまあしゃあないか。なんかちょっとちっちゃいアップデートもあったしね。なんだっけ、あのかまどのなんかビカビカを修正するやつとかあったから、多分そのアップデートのせいとかでなんか消えたんだろうなとか思ったりなんかしてるんだけど。では苗木を、取ったとこに植えていきます。よーし、よいしょ。ではでは、クワを持ちまして、ほほほほほ、あ、いいね、これ簡単だこの操作。真横にして、おら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 、1個外したけどいいですね、耕せる。オッケー、おら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 、オッケー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 、楽しい。これはできるわ、簡単だわ、連打するだけでいい。ちょっとじゃあここ、ここもやっちゃって、ではではこちら側やっていこうか。あ、クワが壊れそう、クワが、おら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 、あー壊れちゃった。石のクワ作ろうか。よーし、石のクワ作りましたよ。おら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 、おらおら、耕せ耕せ、あーラインがずれる。よし、いいぞ、おら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 、オッケー、おら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 、おらおら、よし、片側完了。いいですね。まあ植える種ないけどね、植える種がないけども、やっていくぜ。よし、ではね、今回こんな感じで終わろうかなと思いますよ。畑のね、周りにね、白樺の木材置いてみました。こんな感じでね、今回、あ、なんかミスってる。こんな感じでね、今回、あの、畑を作ってみました。いかがでしょうか。うん、まだね、あの、植える種が全然ないけどもね、あの、種が増え次第ね、どんどん植えていこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。また会おう。次回は冒険かな？うん。では、また会おう。バイバイ。触れない、相変わらず。斧が触れないよ。